平野歩夢とキンプリ平野ノシが似てる兄弟や親戚説も証言や出身などから比較。平野歩夢と平野ノシ身の兄弟かそれとも似ているだけなのかこの興味深い問いに対する答えは、一つの物語を紐解くように広がっていきます。兄弟のように見える彼らには、それぞれの輝かしい経歴と魅力がありますが、血縁関係については一体どうなのでしょうかまずは、彼らの顔を並べてみましょう。 左には平野歩夢、右には平野死雄。一見すると驚くほどにそっくりです。髪型や服装で判断するのは難しいほど、彼らの容姿は無二つです。このような似ている点は、ファンや一般の人々からも広く認識されています。そして、私自身も感じるところですが、彼らの鼻の形や顔の輪郭など、細部まで似ているように思えます。では、実際に兄弟なのでしょうか 彼らの出身地や家族構成を探ってみると、その答えが見えてきます。平野歩さんは新潟県村上市出身であり、兄弟は兄の秀樹さんと弟の海岩江さんがいます。一方、平野史洋さんは愛知県名古屋市出身で、弟の利休さんがいることが分かっています。出身地や家族構成から見ても、彼らの間には直接的な血縁関係はなさそうです。 しかし、興味深いことに、彼らはそれぞれの兄弟と非常に似ていると言われています。平野歩夢さんの兄の秀樹さんも、プロのスケートボード選手として活躍しています。また、平野潮さんの弟の利休さんも、兄と同様に魅力的な容姿と才能を持っているようです。このように、平野兄弟とも呼べる存在が、彼らの周りには存在します。さて、血縁関係はないにしても、 平野歩夢さんと平野紫耀さんの共通点や関係は何でしょうか彼らが似ていることは偶然なのかそれとも何か特別な縁があるのかこの問いに対する答えは、彼らの人生や活動を深く掘り下げることで見えてくるかもしれません。例えば、平野歩夢さんがスケートボールの選手として活躍する一方で、平野紫耀さんはナンバー、アイという人気グループのメンバーとして知られています。この異なる道を歩んでいる二人が、 なぜ似ているのかその理由は、彼らの追い立ちや影響を受けた環境、そして共通の価値観や情熱にあるのかもしれません。また、彼らが似ていると感じる要因は、容姿だけでなく人柄や精神面にも関係しているかもしれません。彼らが持つ明るい笑顔や前向きな姿勢、そしてファンや周囲への思いやりが、彼らをより似ている存在にしているのかもしれません。最後に、 この興味深いテーマについて考えを巡らせることは私たちにとって新たな発見や洞察をもたらすかもしれません。彼らの活躍や人生に触れることで私たちは自分自身や周囲の人々との関係を見つめ直し新たな視点を得ることができるでしょう。この物語の結末はまだ明確ではありません。 しかし、その謎や疑問が私たちを魅了し、彼らの人生や活動について考えさせてくれることは間違いありません。彼らの未来に期待し、その活躍を心待ちにしています。これで、平野歩さんと平野潮さんの関係についての新たな視点をお伝えしました。次に、あなたはどんな疑問や興味を抱きましたかそれを探求してみることで、より深い理解や洞察を得ることができるかもしれません。 彼らの物語はまだ終わっていません。